山形繁栄の基礎を築いた戦国武将最上義昭。その最上家に関係する貴重な資料を展示しているのがここ最上義昭歴史館。静かさや岩に染み入る蝉の声の名句が生まれた山寺、その作者松尾芭蕉ゆかりの作品を見ることができるのが山寺芭蕉記念館。山形市の文化施設であるこの2館を花形紅ちゃんが訪れました。山形市のお宝広報大使花形紅ちゃんが最初にやってきたのは最上義昭歴史館です。この歴史館は桜の名所としても有名で、最上義昭が築いた山形城跡、花城公園のすぐそばに位置しています。この花城公園内には最上義昭像を見ることもできます。ちなみにこの歴史館の一番の宝物がこちら、38件総福林筋兜。あの織田信長からもらった兜で、重さはなんと 3.1 キロ。兜には当時の激しい戦いの様子を伝える鉄砲の弾の跡が残されています。おお、ようござった紅ちゃん。わしが優しく館内の案内をしてすんぜよ。鎧姿で案内してくれたのはボランティアガイドの阿部さんです。ここでは小学生でも分かりやすく理解できるようにと、さまざま工夫を凝らした企画を用意しています。ところで紅ちゃん、当歴史館に来ますと最上義昭クイズというのがあります。これは小学生を対象にしたクイズなんですが、実は全問正解いたしますと当歴史館で素晴らしい商品を差し上げます。ベンちゃん、挑戦してみてはどうですか？もし万が一わからなければ、こんなところにヒントがありますよというようなことをお話しいたしますので、ぜひ挑戦してみてください。楽しみながら歴史を学べる企画、館内にヒントが隠されているのでよく探してくださいね。ベニちゃんも真剣に聞き入っているようです。ちなみにこんな問題が出題されています。最上義昭は雲満国の殿様です。最上義昭は全国で雲番目のお金持ち、極高の殿様でした。この2問、視聴者の皆さんもぜひ考えてください。答えは番組の最後にお知らせします。はい、ベンちゃん、これはね、この屏風は長谷堂合戦図屏風といって、上杉軍と最上軍が戦ったシーンを表している屏風なんです。それで右相図は上杉軍が攻めてきた有様を描いています。で、このシーンは急に攻められたもんですから、最上軍は慌てふためいて迎えているシーンを表しています。一方こっちの左相図というのは、中央の関ヶ原が豊臣軍が負けたということで、撤退しなさい、今度は上杉軍が私らが攻められる番だということで撤退しているシーンを表しています。この間2週間必死になって戦っているシーンなんですよ。そういった中でちょうどこの頃伊達軍が一緒に援軍に来ましたので、一緒に伊達軍と共に最上義昭公が追いすがるシーンを表しているシーンです。はい、ベンちゃん、これがですね、屏風図に書いてあった最上義昭公が使っていた指揮棒なんです。これは実はあそこの刀の2本分あります。重さは 1.75 キロなんですが、どうかベンちゃん、これ触ってみてくださいよ。これが重さそっくりに使ってありますので、いかがですか？ほう、なんだ、ベンちゃん、もっと持ち上げだよ。このくらいの重さなんですよ。どうですか、ベンちゃん。騎馬像にも使ってありますのが、この指揮棒なんです。それで、最上義昭公は、これを軽々と持ち上げる力持ちの武将だったんですよ。はい、ベンちゃん、
実は右の方がですね、最上石一行が宴の席で舞を舞っている姿を表しています。そしてこちら左の方は最上石一行の次女駒姫が最後の場面として、まさに今首が跳ねられようとしている場面を表しているんですよ。でよく小学生たちが当歴史館に来ますが、これは紙粘土で作ったんですか、あるいは発泡スチロールなんですか、なんてよく尋ねられますが、これはクスノキの一木彫りで作っているものなんですよ。ベニちゃんもとても興味深く聞き入っている様子でした。さてさて、最上義明クイズ、気になるベニちゃんの結果はというと、はい、ベニちゃんできたんですね。あれあれすごいですね。全部正解ですよ。すごいね、ベニちゃん。お見事、全問正解で特別限定の景品をゲットしたベニちゃんでした。